おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日の母ちゃんの味噌汁は何日目の味噌汁でしょうか。4日目か。めっちゃ煮込まれております。ね、そうなの。まあいいや、とりあえず寒いんで朝からあったかい味噌汁いただきます。はい、今朝のメイン食材は、食材じゃないの、メイン料理か、メインディッシュ、ポークビッツ卵をいただきます。そしてご飯、お昼になりました。今日なんかお昼ご飯カップヌードルのカレー食べようと思ったけど、パッケージ変わった、あっさり美味しいって書いてあることがなんか違うのか、なんか騙されるやつこれ。安いやつか。なんてこと言うの。なんかやたら濃いスープじゃないんだよ。あ、そう。へえ。汁まで全部食べましたが、結構薄味。カレーの匂いはするけど、まあ。綺麗にいただきました。まずくはない。感じてください。感じてください。こっちにデザートのリンゴ。いや、美味しそう。あんまり蜜がねえな。え、すごいいい香りしたけど。香りはね、うん。はい。今日も日がだいぶ傾いてきましたね。できればね、この時間帯逆光なので、逆光のね、シーンをちょっと、この HDR で撮ったらどうなるのか、撮ってみたかったんですが、残念ながら今日は曇り。そして、あ、しまった。今日はいろいろ試してみたいことがあって、フィルミックプロでね撮ってみようかと思ってたんですが、明日にしましょうね。もう今日は朝からずっとこの普通の純正アプリで撮ってるので、またちょっとねおかしくなってくるかもしれませんので、まあちょっと明日にしましょう。というわけで今日は、なんだかんだ言って寒い一日で、でも昨日よりは暖かいかな。今現状で外気温8度、ここまで走ってきてね。なんでまあそれなりに例年の気温なのかな。スタッドレス今年はまだはめ替えてないけどね、母ちゃんの車だけはめ替えましたけど、どうしようかな、僕の車。去年はね、はめ替えずに過ごしましたが、まああんまり降らなかったね、去年はね。まあ寒くなってきて、年末、なんか、年末も、どうなんだろう。どんな感じで今年このコロナで迎えて、コロナで終わる一年になりますが、なんか三が日も3ヶ月かけて、徐々に回ってくれっていう感じでね、ニュースでも言ってましたけど、初詣で3ヶ月後って神様に怒られねえかっていう。まあ行く人も行かない人もいるんで、とりあえずは大きいところ行かず、ね、皆さん知ってます？自分でね、一番最初に初詣するところは、自分の家の町内にある氏神様に行くのが一番いいんですよ。なのであんまり今年はね、大きな神社に行かず、まあイベントごとがある人はしょうがないかもしれませんが、基本的に自分の中、自分にとって一番偉い神様というか、一番近い神様というのは、町内の氏神様ですので、今年はね、氏神様に行きましょうね。というわけで、もうちょっとお仕事頑張ります。あ、もうちょっと先行くとなんか夕焼けが綺麗に撮れそう。すげえ綺麗。まあここまで撮れたら OK です。はい、お仕事終わりました。本日の晩ご飯は母ちゃんの手作りチャーハンでございます。はい、チャーハン、はい、みんな大事。もう食べちゃってるけどね。あ、食べた。うん。父ちゃんはちょっとだけ外でチラッと食ってきたけど。そうね。うん。締めの炭水化物、うん、は母ちゃんのチャーハンです。うん、めっちゃうまい、うん。母ちゃんは
父ちゃんのちょっと外で食べてきたお土産でもりもり食べております。なんて、すごいの、ね、美味しかったよ。いやびっくりした、うん、それを取れよってみたのそこは、あ、なに、このマグロ、マグロがめっちゃうまかった。いやびっくり、マグロがうまかったんでお土産で持って帰ってまいりました。イエイ。ということで母ちゃんのご機嫌はマックスでございます。最高、もういいよこれ、もうお酒もちょっと、お酒はどうなんだ。まあ、そんな感じで今日は一日平穏に過ごしました。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。久しぶりに母ちゃんと一緒に、なんだっけ、決め台詞を忘れてしまったね。あ、そうだ、今日はこんなところで終わりたいと思います。また聞いとんのか。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ちゃんと言え。バイバイ。そう、それ。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty.